ティングラボ、ここの、はい、ということでグローブライブ本社にあるティングラボ、オノフに同じこと言いました。来ておりますここで普通の方もシダフィッティングができると。そうです。予約制なんですね。予約制です。予約制でできるということで、はい、予約していただいて、うん、フィッティングとあとレッスンもやってますね。レッスンも、はい、渡辺さんです。渡辺です。あのグローブライドマーケティングから渡辺です。よろしくお願いします。今日は何すんだ。とりあえずあの小野さんヘッドもいろいろあり、オリジナルシャフトもいろんな種類があるということで、まあざっくり、僕らもよく分かってない種類が、とりあえず全部打ってみようという感じでいいですかね。はい、全部打っていきましょう。打ってみないか分かんないんで、クラブなんで、まあ、いいも悪いもとりあえず全部打ってみましょうという企画です。本気で打っていいの？もちろん本気で打ってます。大丈夫です。折れたの？折れない。そんなんで折れるクラブじゃないです。これ音量の調整大変だ。お、いいんじゃない？マジで？めっちゃいい球だよ。めっちゃいい球だよ。ヘッドスピード 49.4、 スピン2200回転、キャリー264で3ジャードぐらい転がってるけど、293。レディースのクラブっすね、これ。レディースのクラブ全然いけるんじゃないですか。振っててどうですか、やっぱ振りづらさはある。振りづらいね。柔らかいから、うん、タイミングが取りづらい、うん、スピードもないブロックさらにいいんじゃないか。ちょっと T 高いな。いやそこはプロだからね。あー、右どう？あんま距離変わらん。うん。全然普通に。うちの下やっぱ高いですね。11.5 の A ですよね。同じじゃねえだってこれ。さっきと。でも A シャフト。A シャフト。11.5 です。あ、11.5 ですよね。とりあえず思いっきり振ってみないことにも変わらない。やば。めっちゃいい球じゃない？えぐっ。えぐっ。ヘッドスピードもだって2上がってるっす。いや2上がった。やっぱタイミングがある。ウォームアップしたからね。今の2球で、うん、僕今日2時間ぐらいウォームアップしてきたんですけど2球のウォームアップに負けた。な、飛びすぎじゃないですか。ヘッドスピードが上がって長さが長くなってヘッドスピードが上がって初速も出て、やっぱ L よりも。あ、そういうことですか。いや、でもちょっと…あ、スピン多いですね。ダメや、吹いちゃってよ。なんで300いくんですか、これね。やば、仕方や、やばすぎ。でも、ヘッドスピード結構あるんだね、出る気。俺45ぐらいしかないと思ったけど。おい振れば出るんですよ。振れば出るんですよ。だから言ったじゃないそれこの間も。本気出したらいけるって。でもやっぱ吹いちゃってるから飛ばないっていうこと。これ赤だけど僕の赤と違いますね。シフトが R2 っていう柔らかいシフトで、レディースの A シャフトとほとんどちょっとだけ A シャフトより硬い。あと長さが普通のメンズより1インチ短い。ちょっと最近なんですか。最近何？年取ったから。ちょっと当たってないわ。ちょっと打ち出し低かった。まあでもまあほぼ300。何なんですか。スピン5700回転。あ、スピン少ないね。ショートさんの後に打つのやだな。僕の最高値をこの中今まで見てきたら超えてますか。うん、飛ばな。データちょっと待って、対照的すぎる。4600回転。この差をやば。ラン5ヤードって何。なんでそんな先っぽに当たった分ちょっとロースピンだった。でもやっぱスピン多いですね。3500です。ダメだ、センスの問題ですか。R の10度。これ
ショートさん、柔らかいシャフトの方がいいんじゃないですか。かもしれない。やば、めっちゃ触れてる。これいったっしょ。もうさ、やめてくださいよ。やっぱりでも長野さんもすごいですね。データめっちゃ良くないですか。2000回転し、適正ボールスピードやば、75。うん、でも実際秀樹レベル。そろそろね、50超えてくるでしょうから、テレビも温まってきた。うん、3回ぐらい振ったから。でも僕ヘッドシード上がってるっすよ。いや、上がってるね。前測った時48とかしかない。どう、お、上がってきたよ。でも49.3000ぐらい使えちゃう。吹けすぎ。吹けるっすね。僕やっかいしちゃダメなのかな。次は同じ SR ですね。はい、SR。 なんかだんだんタイミングが合ってきて、ちょっと一番ボールスピードやば。 76.8。 まだいけるね。まだいけるわ。スピン量めっちゃ安定してるっすね。いいね、スピン量いい。ちょっとフリーズかな。徐々に伸びてきた。270超えた、おめでとう。いや、徐々に悲しい。大体49ぐらいですね。あ、もうスピン量がちょっとずつ適正になってきた。うん、10度 S シャフト。当たってないって言って、これで続きます。やめてもらっていいですか。伝わったね。あ、 SR が一番そうだね、良かった。 SR が320、曲がりも少ない。スピン量もちょっと増えたっすね。うん、ウィンじゃない、ウィンじゃない。270が、いや、徐々になんか適正になってきた。合ってきた感じがした。良くなってきた。うん、スピン量もまあまあ完全、ちょっとまだ多いけど。この黒ヘッドですね。黒の、何だろう、黒の 10.5 50g、57 の 50g 台 S シャフト。しなりが中上司。これは浅地プロ使ってるやつです。いいね、完璧です これいいね。どれ使ってもいいな。で、あとはそのドライバーうまいな。ウエイトが、今247とウエイトがついてるんで、はい、そこのウエイト調整でもだいぶあの もうちょっと逃がしたいとか捕まえたいとか、その辺の調整が効きますね。サッシュプロは111だそうです。ちょっと軽めの軽めのベッドにして、なんかちょっと調整して、受信を浅くして、島田さんの後にです、なんか全部なんかダメみたいに出ちゃうから、ね、悲しくなってくる。気合入んないもんね。おお、280超えた。やっぱ硬い方がいいんだね。やっぱりちょっとだけスピード落ちましたね。なるほど、なってるっすね。そうね、今使ってるやつも激硬だ。まあ全然柔らかいんだよね、まだね。タイプによってって感じですよね。次は同じヘッドでシナリの 6S。 6S さっきより 10g 重いシャフトで。まだまだね。
あれ今ショートさん使ってるの 6X です。 6X だからちょうど同じぐらい。重さじゃ同じ、うん、重さそうですね。でちょっと登録絞って他の他社のシャフトより硬いのが特徴なので 6S でも確かにちょうどよかった。振りやすかったです、うん。おお、どんどん更新してるね。捕まりいいっすね、このなんか、うん、シャフトのあれなのかな、グイッて最後捕まる感じがする。どんどんいい感じになってきてる。まあでも280超えてる、うん、一番飛んでますね。自分のやつより一番飛んでます。飛んでる。ショートさんやっぱ案外軽め、ちょっと柔らかめみたいな。そうだね。あ、いいんじゃないですか。今 10.5 だから 9.5 にした時にどうかっていう感じですけど、 そんなにでも高くないんですよ。いつもより T 高いからね。あ、それもあるっすね。確かにだいぶ高い。次70、次 70g で、これがこのラボスペックの中では、はい、ラボシャフトの中では一番硬くて重たいシャフトになります。これいったっしょ。ちょっと引っ掛けちゃったね。左引っ張ったけど、まあ距離は出てる。78 78って何？えぐ。重い方がいいのかな。そうですね。 6X ちょっと軽いんじゃないですか今。かもしれない。重い方が触れる。でもまあ曲がりが出てるから何とも言えないですよ。確かに。いやでもスピン少ないのいいわ。あ、スピン少ない、めっちゃいい。てかショーツさんどれ使ってもスピン少ないですね。いやだって2000ぐらいしか出てない。M3 不景がちだよ、結構。ヘッド合ってないんじゃないですか。うん。てか、硬いんじゃないか。もう硬かったら落ちることですよ。うん。ヘッドがじゃあ、ヘッドいいわ。ひれ。ちょっと重たいな。ちょっと重たくて硬い感じします。ヘッド硬さより重たさ。そうですね。スピンも増えちゃった。増えちゃった。ヒール食っちゃった。ヒールにしか当たらない。まあ、やっぱさっきの方が触れる。そうだね。 6S6S だね。案外、あれっすね、軽い方がいいのかもしれない。うん、セルキそうかもしれない、うん。まあいいや、次に 9.5 でじゃあ、はい、40もちょっと。あ、40です。40が軽型で、これまた結構 4S。 はい、4S。 これが普通っすよ、普通。いやいや僕は普通飛ばないでしょ。普通だって。普通普通はドラディス見てください。普通飛ばないですよね。真ん中ぐらい翔さんが飛びすぎなんだけど。ちょっと僕から行きます、ね、悲しくなるから先に打って打っとこう。ちょっと飛ばなくなっちゃう。順番チェンジ。ちょっと翔さんの後だとちょっとやる気なくしちゃうんで先に打っておおって言わせて、よっしゃ、ちょっと飛ばしの50行こう。飛ばしのあれで飛ばす打ち方。これ全然触れる。おお、すげえ。すごい、一番飛んだ。おお、もう少しで50いっか。全然軽く感じないっす。マジスピンもいいじゃん、2000台きた。ヘッドスピード上がりましたね、49.5。よっしゃ。おお、やっぱ先に打った方がいいのかもしれない。ちょっと気合が違った。だって320見せられた後とどうやって盛り付けんのかなと思っちゃう。いいわ、振りやすいですよね。いい、なんか待たなくていいから。めっちゃいいこれ。やば、78いった。え、これ全然なんかなんだろうな、柔らかさも感じないし、軽い分だけ。軽型シャフトってなかなか他のメーカーにない、うん、あの硬さとそのしなり方なんですよ。元調子ってのもいい、元調子いいあれなのかもしれないですね、はい。ただ 40g 台の元調子で硬いのってあんまり他でないので、すごく人気があるシャフトです。叩きの叩き40S、はい。これ振りやすいですね。これいいね。気持ちよかったですね。ああ、次 5S。 これ振りづらい。さっきより軽く感じる。うそ、 4S の方も当たってないでしょ。軽い感じがしたかなんか。硬さがしなりがあるシャフト。
さっきのもですか。これいったんじゃん。入ってないか。いや、触れない。ああ、全然ダメだ。そうですね。やっぱりちょっとチャットのコンセプトが変わってくるんで。さっきの40はめっちゃスコーンって触れたけど。もういった。これはあんまダメないな。ちょっと低かった、打ち出しが。9.3。でも多いの。ちょっと下つらす。まあ、うん、でさっきの方が振りやすくないですか。さっきの全然振りやすい。なんか違うんですね。同じシャフトで 10g 違うだけでこんなになんか別物のシャフト振ってるような感じだった。さっきの叩き40は軽いんですけどトルクが 3.8 しかないんですよ。あ、だこっちになると55はあるけどトルク 4.0 になるんで、はいはいはい、だから同じ叩きだけど叩き40は軽かった。叩き50から上はまあ、元調子系の、うん、ちょっとそうですね、ニューンってくるような、そうですね、そういうくるな、パリッとしてる感が違うんですね。ああ、今度は 6S だ。全然重い、重い、全然重い、なんだろう、全然重い。まずいです。ちょっとタメは入ったっすね。あれ、あ、今はちょっとおかしい、エラーかな、エラーですね。6900回転こんなエラーやばい、振れてるね。あ、ちょっと重いかなこれ、うん、まあ距離は十分、距離は、まあ、でもデータ的には悪くないんじゃないですか。振っててちょっと重い、重い、うん、まあ、軽い方から徐々に上げてるから重さちょっと感じやすいのあるかもしれないですね。あ、これ重たい。これ重たい。普通に 俺らでも重いよね。重たい。これ重いわ。あ、でも振ったら重くない。めっちゃ振り、スコーンって振れた。あ、でもまあ。ちょっと最初持った感じは重いけど、重っ、振ったらそうだもん。あ、いや結構いいんじゃないですか。データ的にはあの左だ、うん、ちょっと引っかかってる。マイナス 10.2 出てるスピンアクシス、ちょっとドロー強いです。走り40、走り40、40、走り40、トルク一番捕まるシャフト 5.2 トルク 5.2 です。どう、難しいけど、まあ距離は全然、これ難しいっすね、扱いづらいっすね。やっぱね、動きが多いとタイミングが取りづらいっす。そうだよ、取りづらいと言ってもまあ十分厳しいです。じゃあ 5S で、はい、5S、 はい、走り 5S。 当たんないね。当たんないですね。軽い、暴れ、タイミングが取りづらいです。動きもちょっとぎこちなくなる。結構飛んでるけどね。今は当たった。当たったっす、うん。ボールスピードやば。もうそろそろ80。でもちょっとやっぱり上がります。スピン量が打ち出して 8.6。はい。320。ランが30ぐらい。そうだ。うん、走り 60S。走り 60S。トルクが 3.6 まで落ちる。はい。これはね。全然違う、すっごいですと。ほんと動かないと思う。いけそう、いけそう。300いく、300。スピン量多いな。まあでも振りやすい、打ち出し高いですね。うん、16点、ショートさんと全然違う。これいったっしょ。いやー、おー、いった。
これいったよ。一番いったんじゃない、トータルは。327だね。いく？いいね。だって今めっちゃ振り感良かったっすもん。ヘッドスピード53。M3 より飛ぶ気がするよ。絶対飛ぶ気がするよだって。こんなスピン少ないの、ないもん M3 で。まあじゃあとりあえず全種類打って。感じ的にはどうでした？なんか40g 台案が良かったなっていうのと。それはいいね。40g 台良かった。元調子は？あ、元調子が良かった。60かな。数値的にはショートさんほとんど変わらなかったですね。どれを打ったの？何ってもね。あんまり違いわかんないみたいなとこあるからまあでも合わせて振れてたってのもあるけど、こうなるともう振りやすさですね、うん、でもあれですよね、なんか 10g 違うだけで別物なのもありましたもんね。全然違うね。 10g 違う、ね、スピードに対して速いから重い方がいいとか、うん、遅いから軽いのがいいとは限らない。限らないね、全く。レディスも良かったですもんね。レディス良かった。レディスで300いったもんねってことはだからヘッドスピードが多分まあアベレージゴルファーの方で43、4ぐらいの人でも、まあ、全然使えるスペックっていうことですね。動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。ありがとうございました。